はい、こんにちは、相沢です。この番組はね、私がデザインをしたおもちゃを一個ずつ紹介していくという番組ですけれども、今日ご紹介するのは、はい、僕の部屋というね、まあこんな紙です。これはね、母の友という雑誌がありましてね、私大好きな雑誌で、福音館書店というところで発行されている、まあ歴史のある、ママ向きの雑誌です。で、以前にね、この私の美術館でも紹介したことがありますけれども、付録で絵本がつくんですよ。ミニ絵本、自分で作るんですけどね。で、付録でミニ絵本もつくし、こういったね、ちょっとした紙工作玩具を巻末付録にするということがありまして、私に依頼があった時にこの僕の部屋というものを作りました。じゃあ本日はこれをご覧いただきましょう。はい、ご覧いただきましょう。今ちょっと見ましたらね、福音館書店母の友1999年4月号巻末付録とあります。で、まあここはね、依頼が来た時にちょっとすり増しして、私にちょうだいって言ったものが今ここにあるわけですね。で、当然これの紙工作ですから、作り方ね、書いてあります。あなたを盗作と幻惑の世界へ誘う僕の部屋にようこそって書いてありますね。まあ大層のこと書いてあるんですけれども、この頃私がね、すごくまあ、夢中になっていた、作詞があるんですね。作詞っていうのは、作詞作曲の作詞ではなくてね、今割と流行りかな、今はね、盗作の作に、視力の視ね、変に見えるっていうね、簡単に言うとね、これで逆遠近の作詞っていうジャンルがあります。で、これで作ったものが過去に、この愛沢遊び図鑑で紹介したものがね、一つは、招き猫あっち向いてほいっていうのが一個あります。で、もう一個はね、目だけ逆遠近になるという、ストーカーというね、作品があります。で、それよりもまあ、以前に作ったものがこれなんですね。紙工作ですから、これで、自分で切り抜いて、まあ点線は山折り、一点左線は谷折りみたいな感じで、まあ工作を作っていくわけですね。で、僕の部屋にがここにありますけれども、この前にね、こうサイコロがあるんですね。で、これ変なサイコロっていう名前で、切り抜いたものがありますね。じゃあこれ実際に作ってみますね。一点左線ですから、これは谷折りをするわけですね。こうやって谷折りをします。で、ここも谷折りで、で、ここも谷折りと。こんな風に折れます。で、ここに、のりって書いてありますね。ですから、ここのりつけて、こうやって、これでもう完成。ね。ここにのりがありますから、はい。ちょっとつけて工作してみましょうね。はい。こんなもんでいいかな。はい。こうしたら、はい、こうしてここをこうしますね。はい、これでどうだ。はい、はい、これでもう完成ですね。はい、サイコロなんですけれども、ここがへこんでおりますね。へこんだサイコロで、こうやってじーっと見てると、ここ真ん中がへこんでいるんですが、出っ張ったように見えてきたら、これがもうね、なんか変な動きをするんですね。これが、逆遠近の作詞です。で、これをやや大掛かりに作ったのがこの僕の部屋なんです。ね。ということで、じゃあこれを作って切って作り上げましたと。というところで、はい、完成品をご覧いただきましょうかね。はい。まあ、ここにね、私なりに、説明書を書いてあります。
で完成はこんな風になりますよなんつってね。でまあ大げさにね、目がくらむなんつってね、目が回るなんつって書いてありますけれども、はい、これ完成品ですね。これね、これが完成品で、下がこうなるのかな、こうなりますね。はい、こんな感じで、見ていくと、ん、見えない見えない、こうやらないとダメか、うん、こうだこうだね。これでなんとなく部屋に見えてきましたかね。角に机があり、さらにその角の机の角に本箱があるというね、そういう部屋に、僕の部屋に見えますかね。でこれをこうやって動かして遊ぶんですけれども、まあこの状態でも面白さが分かってもらえるかなね。でこれは視点をね、変えるっていうかね、どうやって遊ぶかっていうと、光の真下にこう持ってきて、この床部分を手前に持ってきて、真上から見て遊ぶものです。じゃあ、今日は二カメさんで、この変なサイコロと僕の部屋をご覧いただきましょう。はい、僕の部屋です。お分かりですかね。じゃあちょっと動かしてみますね。動かすとなんか変なんだよね、これがね。こうしてこうやって動かしてるのに、なんかこれ以上行っちゃうとこんなになっちゃうね。はい、こうしてということで、僕の部屋、それから変なサイコロもご覧いただきましょうか。変なサイコロはこの手の上でね、はい、サイコロに見えたらこう動かすんですね。なんとも変でしょ、このサイコロ。裏見えちゃダメね、裏見えちゃダメ。こうやってサイコロだから一番真ん中がとんがってるっていうふうに思ってみると、なんかこれがね、手の上よりもこうやった方がいいかなね。こうしてこうしてこうして、ということで、これは実はこんななってましたっていうね。これが、これはもう誰でも簡単に作れますね、この紙工作はね。ルービックキューブなんかでも、これはキューブだっていうね、もうこれはキューブだって頭にある形であれば、もう何でもできます。ということで本日は、はい、変なサイコロと僕の部屋、ご覧いただきましたね。ご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いいたします。